人のモチベーションを上げるよりも、はい、自分の技術を上げた方がいいと思う。客がギョッとするような時計はめていけっつって、はい、とにかく大切だよ。今日僕高知県から来ましたんですけども、はい、こちらお土産なんですけども、今や金次郎のスイートポテト。知ってます知ってます。これ美味しいけどさ、はい、今ちょっとダイエット中なんで、ね、もし YouTube の人見てる人、僕に何か持ってくるときはできればプロテインにしてくださいでも大丈夫、ちゃんと少し味見したらスタッフが喜んで食べてくれる、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい。自分自身ですね、高知県で、うん、今28歳なんですけども、うん、高知県でちょっと今まで、家庭環境の、影響であまり学びとか、成長とかいうことは意識してなかったんですけども、うん、南原社長の YouTube を見させていただいて、うん、ちょっと自分も一念発起して、うん、変わろうということでちょっと今日は。じゃあ簡単に言うと、今まではこれからもずっとお父さんの下でこうなんか、まあ、食べていくっていうか、はい、まあ、摂取していくっていうか、はい、そういうことを考えてたけど、はい、やっぱりちょっとこうそれからはみ出すっていうのか、はい、親の、まあ、下から出ていっちゃうというか、まあ、そういうことを考えてるっていう、はいはい、そうです、うん、はい。今動画編集を、うん、頑張ってまして、その中でいろいろ一人じゃ限界がありますので、うん、チームメンバーを組んだりとか、チームメンバーを募集してチームを作ったりしてるんですけども、その中で、まあ、同じ20代でも、うん、意欲のない人間だったりとか、うん、このままじゃダメだと思ってるけど変わるエネルギーのない人間が周りにいて、でその方たちにどうやって頑張ってもらえればいいのか、そのまたは頑張らせる必要がないのか、うん、自分だけ頑張ったらいいのかということをちょっとお聞きしたいんですけども、どんな組織を目指してどこまでやっていくか、はい、まあ、計画を立てればその問題はおのずと道は見えてきて、はい、例えば組織をどうやって拡大していくかっていうところまでなってきて、はい、まあ、目指すところをまず決めないと、その目指すところが決まってないと、その組織の作り方だとかモチベーションの上げ方だとか、はい、まあ、なんかいろんなことが変わってくるんだよね。一丁前に自分たちや自分の家族が暮らしていける、うん、まあ、具体的な数字で言うと年収1000万を今目指していく、はい、頑張ってるんですけども、まあ、だったら別にそんな大掛かりな組織を作る必要もないし、はい、まあ、人生って考え方がいろいろあって、はい、昔、まあ、会計士になろうとしてて、いつまでも会計士になれないお兄さんがいて、はい、彼がテレビゲームを毎月のように買うんだよね、はい、毎月じゃないかな、3ヶ月に1回ぐらい、はい、でも彼はそれすごいこれ幸せだっていう、はい、なんでって言ったら、わずか1万5000円で3ヶ月熱中できると、はい、僕から見るとそれ人生を無駄に過ごしてるだけで全くもってネガティブ、はい、だからいいこととは全く思えない。でも彼にとっては毎日5時に仕事が終わって、はい、5時からの自分が使える有効な時間、はい、それが自分の幸せで、も僕はじゃあ5時に帰れるかっていうと、5時なんてもうとんでもない話で、はい、まあ、当時本当に365日24時間働くのが自分が大好きだったんだよね、はい、でそれにこう生きがいを感じてたし、でも彼は僕のことをかわいそうだねって言ったわけ、はい、だからこれは人生って、まあ、自分がどんなところを目指していくかっていうところが一番大事で、はい、例えば年収1000万ぐらいで、まあ、子供を一人育てて、はい、まあ、じゃあ公立の大学とか中学に行かせて、はい、まあ、それでちゃんと子育てをして、まあ、自分の豊かな時間をとって、まあ、それぐらいの収入で、まあ、抑えていく、まあ、1000万ぐらいを目指すんだったら、人に対してこうモチベーションを上げる努力をして組織を作っていく必要は僕はないと思う、はい、まあ、動画の編集で、まあ、自分一人で頑張っていって、でその自分の工数と、それからまあある程度のその外に出す、その時に組成されたチームに対して仕事を発注していけば、まあそれで十分じゃない。これがね、はい、もっと例えば、まあ、
何億もの売り上げを上げていって何かこうすごい大きな仕事をしていこうと、はい、で例えば今ここでもそこそこのスタジオっぽくなってるじゃないですか、はい、まあ、こういったスタジオを自分で作って、でもじゃあ一人でスタジオ持っててもしょうがないよねと、はい、でそれを人にこう撮影させたり自分が仕事を取ってきたり営業マンを雇ったりで、どん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 大きくしていって、じゃあ制作会社、はい、だから自分がどこを目指すかによって人のモチベーションをどう上げていくか、はい、まあ1000人専用で、はい、まあ、今その制作会社を作って、はい、まあ、とりあえず1000万ぐらい稼いでもうそれでいいんだっていうんだったら、はい、人のモチベーションを上げるよりも自分の技術を上げた方がいいと思う、はい、そうだからやっぱり勉強なんだよね、はい、まさに自分で分かってるように、はい、そこを人より秀でてれば、はい、まあ単価も高くなるし仕事も取れるし、あくまで今の1000万ぐらい稼ぐんだったらっていう話ね、はいはい、ありがとうございます、はい、ちょっとすみません話が戻るんですけど、うん、南原社長はその東京で1店舗目出された時は、うん、もうすでにこういうあの成功されたように全国展開というかを何社員を何も抱えてという構想はもう抱かれてたんでしょうか。もちろんだから僕らは当時もうすでにその頃の事業計画があって、まあ、東京出店計画とか大阪出店するぞ、はい、僕なんか名古屋の、まあ、市内っていうより市外に、はい、まあ、そんな大したショールームじゃなかったんだよね、はい、でその頃、まあ、事業計画作ってた頃にはとにかくやっぱりメディアの中心は東京だと、はい、僕ら東京からいつも取材に来てもらうけど、はい、まあ大して優位性がないものに関しては東京で片付けられちゃうよねと、はい、だから僕らがものすごい優位性持ってたり、例えばベンツをなんと普通の雑誌の人たちがドイツの発表会に招待されてる招待状があってまだドイツに行ってない時、僕らじゃあそれの発表会やったんですよ日本で、はい、並行輸入で、はい、それって誰もやれないことだからみんな取材に来るけど、でもやっぱり東京の優位性っていうのがあって、はい、やっぱり東京なんですよみんな。だからその頃すでにもう東京への進出と、はい、さらにマーケット的に言うと大阪への進出、はい、でそれが終わったら今度福岡の進出、はい、でじゃあ次はどこだって、その頃ねソウルに店出そうって思ってたんですよ、はい、福岡まで行ったらソウルに出しちゃう、海外進出までもう考え、そう頭の中にあった、埼玉だとかそっちもやっていかなきゃいけないねとか、はい、横浜に出そうかとかっていう話をしてて、はい、で、まあ、そういったのも事業計画に入ったから、はい、でそのためには、まあ、人員をいつ採用していかなきゃいけないとか、いつ頃から雇用地を探さなきゃいけないとか、はい、まあ、そういうことを計画してたからね、はあ、じゃあ初期構想というかもう自分の今頭の中で目標で、うん、によってその人に対するモチベーションの上げ方とかいろいろ展開の仕方がやっぱり変わってくるということですね。僕ねそんなにモチベーションの上げ方っていうのを事業の中で意識したことあまりないんだよね、はい、別に会社と社員とは貸し借りはないと、はい、だから無駄に頑張ってもらわなくてもいいよと、はい、与えられた仕事をきちんとやってればそれが与えられた方針につながるだけで、はい、まあ、もちろん楽しくやればそれでいいよねって、はい、だからまあじゃあ無理やりモチベーション上げろモチベーション上げろなんて、はい、例えばモチベーション上げる講座に行かせるとかそんなことはもう僕にとっては論外、はい、じゃあたくさん車を売った人にはたくさん給料払う、はい、会社がめちゃめちゃ儲かったら、当時まああの時に 7,8 人ぐらいいたかな、全員がブルガリっていう時計のクロノグラフをしてたんだよね、男の子、はい、女の子はコンビ、はい、それ100万以上するんですよ、会社からの半期給品なんですよ。まあそれ別に会社がちゃんと利益を上げてそれをきちんと出してただけで、はい、まあだからといって僕はじゃあこれを着てモチベーション上げろなんて一言も言った覚えもないし、はい、お客さんに注文書をもらうときにお客がギョッとするような時計はめていけって言って、はい、なるほど、分かりました。じゃあ次の質問に行かせていただきます、はい、自分が新たな分野に挑戦をしたりするときに、うん、最初は実績も何もないと思うんですけども、うん、実績がない中で営業をしに行かなければならなかったり仕事を取ってこなかったり、うん、仕事を取って
来ないといけなかったりした時に、どういうことを意識されしたら、仕事が取ってこれるというか。これね、でもね、はい、そんなに気にすることなくて、はい、まあ、仕事イコールまあ営業だよね、はい、例えば僕うちに来たさ、先物のセールスマンがいたんですよ、はい、ものすごいセールスが強引なんだよね、先物って、はい、でも彼はやっぱり会社でも十分な成績上げてるんだけど、はい、ただものすごいストレスなんですよ。だって先物商品取引で自殺しちゃう人いるんだから、はい、そんな中でも、まあ、セールスでやってるやつを、はい、うちに引き抜いたんですよ、はい、明日から車売れ、お前車好きだろ、楽しいだろ、はい、あっという間にトップセールスになったね、だから他業界に行っても、はい、その他の業界で鍛えられたことっていうのはある程度通用するよね、はい、だけど全く鍛えられてない人、はい、今の話だと、じゃあここで力があったら他業界に行ったら力がなくなるわけじゃない、はい、ここで力のある人は他業界に行ってもやっぱり力がある、はい、ところがじゃあ他業種に行くっていうと、はい、またこれ話は少し変わってくるよね。例えば営業から経理に行きますと、はい、それは新しい技術を身につけないといけないし、はい、だってじゃあ営業がものすごい得意な人が明日から経理ができるはずがない、はい、じゃあ明日から経理したかったら、まあ、営業しながらしっかり勉強して僕は経理になるんだって言って、はい、それこそまあ税理士になるような大学みたいなのに夜間に通ったりして、はい、ちゃんと技術を磨かないとダメだよね、はい、ある程度関連性のあることで基礎能力を上げていって、そうだから自信を持てることがあれば、はい、まあ、例えばその自信を持てる、まあ、今の話仕事を取るっていう意味だと、はい、じゃあここで営業取れたんだったらここでも必ず取れる、はい、ありがとうございます。もちろん、はい、ここで取れた何らかの理由があるわけよ、その人に、はい、例えば、まあ、僕ら車を売ってる時、僕なんかはどっちかっていうと知識で売ってたんですよ、はい、でこういう車こういうところが壊れてああいう風になってこの部品は必ず何年か経って交換しなくちゃいけなくなる、はい、でもその先物から来たお兄さんはどっちかというと頭を下げる量と工数、はいはい、もうダメだったら次の家に行くとか、はい、ピンポン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 って行くぐらいなでもそれはいろんなやり方あるからね、はあ、何よりもやっぱり営業の仕方が大事っていうのはやっぱ変わりないですよね、どんな仕事を、まあ、だからその人に合ったやり方っていうのはいろいろあるっていうことね、はい、1000人いれば1000人専用の営業の仕方があるから、はい、まあ、自分が今どんな営業してるのか分かんないけど、はい、僕はねよくあのスピーチが下手な部長さんに、はい、スピーチ教室に行ってもっとスピーチをよくしろっていうよりも、はい、その部長が得意なことをもっと伸ばす、はい、つまり長所進展、はい、短所を伸ばすよりも、はい、もっとより長所を伸ばした方がいいんじゃないかと、はい、まあそうするとたまに変わり者だねって言われるけどね、はあ、僕もたまに言われるからどっちかというとこうなんて言うんだろう、能力をこう星型に測るようなこういうのがあるとしたら、はいはい、まあここはないけど全くないけどここはズバ抜けてるみたいな、はいはい、僕はそっちの方が好きなんだよね、まあ、自分はね、はい、自分としてはね、はい、わかりました、うん、はい、また次の質問なんですけども、若い、うん、あの僕たち20代30代の人間っていうのは、うん、自分の野望とか、まあ、夢とか、うん、大志とかそういったものに向けて、うん、こう自分が秘めたる思いがある人間が多いと思うんですけども、うん、僕 の, あの見させていただく中で、うん、だいたい還暦とか、まあうん、まあ、70歳80歳こう年齢を経るごとに、うん、他者への貢献とか社会還元とかを、うん、あのおっしゃられるあの有名人とか、うん、あのお金持ちの方が多いんですけども、うん、南原さんはちょっと どういう経緯っていうか今もあのこんな僕を DM を一つの DM を拾ってくださったぐらい、うん、こうまあ若者を応援されたりとかよく動画で拝見してるんですけども、うん、どういった思いでそういうふうにこう感情の変化というのが昔からあったんでしょうか。いややっぱりないよ。あ、そうですか。やっぱりさ、じゃあ、まあ、10代20代ぐらいもどっちかって言うと行くぞみたいな感じだし、はいはいはい、
ついてこいみたいな、まあもちろん組織もちっちゃいし、はい、まあそれと、まあ若い人たちは大衆を抱くのが当たり前で、はい、例えば小学生が総理大臣になりたいって言ったら、はい、みんなさ頭撫でて、はい、お前頑張ってみろって言って言うじゃないですか、言いますね、はい、頑張れって、はい、じゃあ60過ぎのおじさん、まあじいさんが総理大臣になりたいって言ったら、はい、ついにボケたかって言って、だから若いうちっていうのはその触れ幅が大きいんだよね、はい、選択肢が多い、そうだからどんな風にでもあの触れていくし、はい、もちろん悪く触れる可能性もあるよ、はい、でもその幅っていうのは年を取ればどん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 狭くなっていくし、はい、まあ年を取っていくと自分の残りの人生がじゃあもうカウントダウンできちゃうよね、はい、じゃあ稼ぎに行くかっていうよりもどっかに行って人に役に立って喜んでもらって、はい、まあおっさん結構やってくれるね、うちの会社良くなったよとかって言われる方にもう喜び感じるじゃん、はい、だってもう大企業辞めて、まあ、一応曲がりないにも退職金があって、はい、買ったマンションのローンも終わって、はい、息子たちももう独立して稼ぐようになって、はい、でまあ、じゃあ今から金稼いで何に使うんだって、はい、そうするとじゃあ誰かに喜んでもらえる方がいいかなみたいな。南原さん社長の人生で世界が変わったなって思う時が、うん、瞬間がどんな時だったかな。で今、まあ、いわゆるこう庶民的なこう暮らしを僕らは知ってて、うん、物の値段を、まあ、10円安い20円安いでやっぱり見てしまったり、うんするんですけども、やっぱりお金持ちになるとそういうことも気にならなくなるのか、それとも、うん、あのもっとシビアになるのかとか、まあ、それはまあいろんな人がいるけど、あくまで僕の場合、はい、僕意外にそういったとこは堅実で、はい、電気消してもらったりとか、はい、エアコンの温度をさここ若い子が23度ぐらい設定していると、うん、電気代もったいないだろうってピッ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 って26度に無理やり上げといたり、はい、で僕の場合はなんかそういうお金をこう無造作に使うみたいな心境になったり、変わったことはないな、はい、昔と変わらない。ああそうですか。早く若い人たちは早く結果を出したい、早く結果を出したいとか焦って行動しちゃうことが多分よくあると思うんですけど、うん、やっぱりいつか来るチャンスをじっと今の目の前の仕事を一生懸命やってじっと待つっていうことが、やっぱりそういうこう自らチャンスをこうガンガン取りに行くというよりは焦らないでするというのも一つなんです。いやでも僕らの場合、例えばディーラーやりたいって言って一応もう事業計画に入ってたからね。あチャンスが来た時にガッとこう行動するというか、あとやっぱりチャンスを拾うアンテナを広げなきゃいけないし、あチャンスが来てもそのことが理解できなければ、はい、それは単なるあのはぁみたいな話になっちゃうし、はい、だやっぱりなんやかんや言ってよく知ってるっていうのが大切な、何にことに関して も知識がやっぱり大事という、知識があるから、まあ、例えば友達もそうだし、はい、いろんなこう縁っていうのも大事だし、はい、まあもちろん知識はめちゃめちゃ大切、はい、まあ、例えば昨日だと、まあ自分の工数割いて、はい、焼肉食べに行ったら、はい、なんかランボルギーニの今度のパーティーの仕切りをやるとかっていう人がいて、はい、でその PR を頼まれてると、はい、まあ、それ面白いね、僕らもなんか乗っかれないとかさ、はい、でそういう話が例えば聞ける場所に行かないとそんな話拾えないよね、はい、でもじゃあ僕が昨日撮影終わってじゃあねバイバイって言ったら聞けない、撮影終わって打ち上げやろうねと、はい、でもちろん打ち上げやるからにはちょっと金も出てくよね、はい、みんなに焼肉をごちそうして、でもその中から例えばこんな話が聞けたとする、はい、聞けたとしてもそれに対する自分のアイディアや、まあ、経験や知識がなければ、はい、何もこうピンとこないよね、だって普通の人が聞いたらふーん面白いね、はい、で終わり。でも僕が聞いたら、はい、そこにちょっとこう一つじゃあ組める仕事あるよね、はい、でじゃあ一緒に組みませんかみたいな話ができて、うん、でそれが、まあ、ある意味のチャンスをつかんで、はい、
もちろんそこから展開する力がなければいけないけど、展開できれば、まあ、売上とか収益につながっていくし、じゃあどっちかというともう焦り気味で行動したもん勝ちみたいなところがやっぱあるんですかね。その、まあ、いや行動はとにかく大切だよ。そうです、焦り気味の行動はよくない、つまずくことが多いけど、もちろんたくさんっていうのは重要、個数っていうのは大切、はい、それからスピードも大切、はい、あとはクイックっていうスピードじゃなくてこう立ち上げの速さみたいな判断の速さも重要、はい、それがきちんと身につけば、はい、チャンスがちゃんと拾える。わかりました、ありがとうございます、はい、今日はありがとうございました。はい、どういたしまして、はい、たくさんいいお話、まあでも僕にとっては普通のよく聞かれる話でもっとさあまり聞かれない話を本当は聞いてほしいな、はい、あまり聞かれない、それは自分にも刺激になるし、はい、面白いかもしれない。わかりました、また、はい、次回に機会があったら、じゃあまた、はい、そうそう、高知で、はい、まあひょっとして僕ら今スクール始めてるんで、はい、イベントできると楽しいな。いやもうぜひ、はい、ぜひお越しいただけたら、まあそんな大きくなくてもいいから、はい、ちょっと力貸してください。はい、いえいえ、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました。はい。チャンネル登録よろしく。